周古十四古画肖像の部に記載される、明絵商人蔵法刀小柄すまる周古十子は、江戸時代に刊行された古物、古美術の木版図録集。その編纂は、松平定信を中心に、柴野立山、広瀬茂斎、八代広方、武海基長らの学者や家臣、谷文長をはじめとする絵師によって、四年の歳月をかけて行われた。 広瀬毛斎の序に完成12年とあり、この年に第一次の刊行がなされたと考えられる。その後も増補されて、最終的に全85冊となった。1859点の文物を、悲名、照明、兵器、動機、楽器、文房、印字、変額、肖像、書画の10種類に分類され、その寸法、所在地、特徴などを記し、 文朝等の模写図を添えたもの。編纂に加わった画人は、文朝のほか、北竹式義、王の文仙、総白雲、住吉広之、森川畜僧などがいる。彼らは、欧州から九州まで全国各地の寺社に赴き、現地で書画や古希物を写し取った。現地調査以外に、直接取り寄せることや、模本や写本を利用することもしている。後編が、 1892年、松平康市民の大型着色を理本で観光された。青木須瀬堂から1904年に、国書館公開から1908年に再刊された。ありがとうございます。